はい、皆さんこんにちは。今回は第24回でしたっけ？24回ですね。第24回の放送を始めましょう。それではいつもの中に入っていきます。 The upper raid on Xerox PARC is sometimes described as one of the biggest heists in the chronicles of industry。 このアップルがゼロックスの、ゼロックスパークっていうのはゼロックスの研究所なんですね。そこに、まあ、レイドっていうのは九州っていう直訳ですけど、まあ、そこに行ったわけですね、視察にね。なんか情報を得られるんじゃないかということで、それは時々このクロニクルズ・オブ・インダストリーって書いてますけど、まあ、この場合は産業の歴史においてですね、最も大きなハイストっていうのはこれは強奪っていうんですけどね、それの一つというふうに時々描写されるということで、これはまあ企業秘密の中を盗んだということですね。まあ、前回もありましたけども、ゼロックスが、まあ、本来はこれは外に漏らしちゃいけないのを、研究者の一人が、科学者の一人が漏らしてしまったわけですね、自慢げにね。ジョブズ occasionally endorsed this view with pride。 まあ、ジョブは時折この見方ですね、これはビゲストハイストだと、まあ、産業界の最大の強奪だということをプライド、誇りを持ってエンドースだから支持したんですね。確かにそうだと、全然こうはばかってないわけですね。 As he once said, Picasso had a saying, Good artists copy, great artists steal. And we have always been shameless about stealing great ideas. まあ、ピカソの名言にあるのは、うまい芸術家っていうのを真似ると。だから、great artists、偉大な芸術家っていうのは盗むんだと。だから私たちは、偉大な考えを盗むことに対して、全然 shameless、恥だと思ってないと。ね、こうですね。Another assessment, also sometimes endorsed by Jobs, is that what transpired was less a heist by Apple than a fumble by Xerox. もう一つの見方は、時々これも、まあ、ジョブズがエンドース支持してるんですけども、What transpired? Transpired っていうのはこの明らかになったっていうことですね。今回このゼロックスパーク行って明らかになったことは、less than だから、要するにアップルによるハイストじゃなくて、Fumble by Xerox、まあ、ゼロックスのヘマということですね。ゼロックスがそんな企業秘密を漏らすから悪いんだと、ね、はい。They were copy heads who had no clue about what a computer could do, he said of Xerox management。 で、彼らはコピーヘッド、コピー屋なんですね。だからコンピューターが何ができるかについて No clue、 全く理解しなかったと、彼はゼロックスの、まあ、マネジメント経営者をについていったわけですね。 They just grabbed defeat from the greatest victory in the computer industry。 で、彼らはただコンピューター業界における、まあ、偉大なその勝利ですね、はい。まあ、そういった勝利から敗北をただ掴んだだけなんですよと。まあ、コンピューター業界における最も偉大な勝利から敗北をただ掴んだだけだということで、自分たちが開発したやつを、まあ、コンピューター、まあ、この場合アップルですね、アップルがこれを最大の勝利にしたわけですけど、そこから、まあ、敗北を掴んだだけということで、まあ、損をしただけなんですよと。なんでかというと、それを自分たちの、その枠を超えて考えることができなかったんですよね。Xerox could have owned the entire computer industry。 Xerox は、まあ、コンピューター業界全体を、まあ、所有することができただろうに、実際にはできなかったということですけどね。そこに画面にありますけども、これがその Xerox が作ったコンピューターなんですけども、これね、最初の Xerox が作ったやつはこれ見たら分かりますけども、マウスがですね、ここ2つクリックするとこがあるんですね、これボタンがね、はい。これを、まあ、スティーブ・ジョブズが、まあ、シンプル・イズ・ベストということで1個にしたわけですよね。もう完全にゼロックスをパクってますよね。でもグレート・アーティストはスティールだって言ってますからね。でこういうそのインターフェースの、この、グラフィックのやつですね、こういったやつ見た時、初めてこういうの見たから、もう本当にびっくりしたみたいですね。なんでこれを商業化しないんだろうと。あくまでも研究開発のみでこう考えたというのがゼロックスなんですね。だからこれもね、あと前も言ったと思いますけども、 iPod を作るときに iPod の実際の技術は
ね、アップルが盗んでるんです。盗んでるというか、その時はその開発者と人がやっぱりゼロックスと一緒でどういう意図で使っていいか分からなかったので、アップルに売ったんですよね。それが iPod になって世界大ヒットするんですけどね。それがある日本の企業なんですね。それは後に出てくると思いますけども、はい、面白いですね。ピカソの言葉を引用してるわけですね、はい、コピーするのだけだったら Good Artist、 Great Artist はスティールだっていう、まあこれもジョブ風といえばジョブ風ですよね。